顔面国宝降臨、平野翔 INZM、MV 撮影の裏側に密着。雨の中でさえ美しいその姿にファンもん絶。平野翔の労働の美しさ。INZM、MV 撮影で見せたプロ意識に感動。平野翔は、その端正な顔立ちと魅力的な存在感で、長い間日本のエンターテインメント界を彩ってきた。彼の名前を耳にしただけで、多くのファンは心を躍らせる。 しかし、彼の魅力は単にその外見の美しさだけではなく、彼の情熱や努力、そして彼の本当の姿にある。彼はただのアイドルではない。彼は、自分自身を成長させ続けるアーティストであり、常に新しい挑戦に取り組み、その過程で見せる彼の真摯な姿勢がファンを虜にしている。最近、平野翔は新しい音楽ユニット、ナンバーアンダーラインアイの一員として活動している。 このグループでの活動は彼のこれまでのイメージを一新しさらに多面的な魅力を引き出している。特に注目を集めたのは彼が INZM のミュージックビデオの撮影中に見せた姿だ。このビデオでは彼のたくましい腕や自然体でありながらもキラキラとした笑顔が印象的で多くのファンがまるで漫画の主人公みたいと絶賛した。その映像には雨の中を走るシーンや ペイントで顔を彩られたクローズアップショット、そして楽しそうにダブルピースを決めるシーンが含まれている。これらのシーンは彼の自然なカリスマ性と内面から溢れ出る魅力をさらに強調している。平野翔の魅力の一つは彼の自然体でいることにある。SNS 上でも彼の投稿には多くの反響があり、ファンたちは かっこいいとかわいいの融合を見ずもしたたるいい男、顔の整い方が異次元といったコメントでにぎわう。彼の存在自体が、どんなにカジュアルであっても注目を集める力を持っているのだ。彼のファンベースが拡大し続けている理由は、彼が自分自身を偽らず、自然体でいることの美しさを示しているからに他ならない。また、INZM の MV 撮影中のオフショットの数々は、彼の人間味あふれる姿を映し出している。 ファンたちは、彼がただ美しいだけでなく、彼の中にあるユーモアや人間性に惹かれるのだ。オフショットでは、岸優太や神宮寺優太と共に撮影を楽しんでいる様子が見られるが、それは彼のチームワークや仲間との絆の深さを感じさせる。これらのシーンは、彼のプロフェッショナリズムと同時に、人としての魅力を垣間見せるものだ。ナンバーアンダーライン愛での活動を通じて、平野翔はアーティストとしてだけでなく、 一人の人間として成長を続けている。彼は自身の限界を押し広げ、新しい挑戦に挑むことを恐れない。それは彼が常に自分自身に対して正直であり、自分の情熱を追求する姿勢が、ファンにとって非常に共感を呼ぶからだ。彼の成長物語は、ただの成功端ではない。彼の挑戦と失敗、そしてその中で得た経験が、彼をより深い人間に成長させ、 ファンとの絆をより強くしている彼が持つ、労働の美しさは、彼のすべての活動の中に現れている。彼の努力や苦労、そしてそれに対する誠実さが、彼を特別な存在にしているのだ。彼が自分の仕事に対して真摯であることが、その若踊りじしさと魅力を保ち続けている理由の一つだろう。彼が、INZM での活動に情熱を注ぐ姿は、ただのアイドルの枠を超え、 真のアーティストとしての道を歩んでいる証でもある。さらに、平野翔の活動は、彼自身だけでなく、他のメンバーや周囲の人々にも影響を与えている。彼のリーダーシップやチームに対する貢献は、彼がいかに人として信頼されているかを示している。彼の存在が、チーム全体のモチベーションを引き上げ、彼自身もまたその環境から新たなインスピレーションを得ているのだ。彼のストーリーは、 エンターテインメント業界における挑戦と成長の一つのモデルを示している。彼が直面する困難や試練、そしてそれを乗り越える姿は、多くの人々にとっての励ましやインスピレーションの源になっている。平野翔が INZM で見せる姿は、彼がこれからもさらに新しい可能性を追求し続けることを約束している。彼の今後の活動からも目が離せない。 彼がどのようにして自分自身を超え、さらに高いステージへと進んでいくのか、そしてそれが彼にとってどんな意味を持つのか。その一つ一つのステップが、彼の新たな魅力を引き出し、ファンたちとの関係をさらに深めていくに違いない。彼の物語は、始まったばかりだ。これからも、彼の一挙一動に注目し、応援し続けることで、私たちは彼と共にその新しい冒険の一部となれるのだ。 そして、平野翔の成長は、彼のキャリアだけでなく彼自身の人生観にも大きな影響を与えている。彼は一貫して、自分らしさを追求し続けており、それがどんなに困難な道であろうとも、決して諦めることはない。例えば、彼が、ナンバーアンダーライン愛としての活動を始めたとき、多くの人々は彼の新しい挑戦に驚いた。しかし、彼は自身の新たな可能性を信じ、 勇気を持ってその第一歩を踏み出した。このような姿勢が多くの若者に対して自分の夢を追いかけることの重要性を教えてくれている。彼の活動は単なる芸能活動の枠を超え人生そのもののメッセージとなっている。彼の言葉や行動からは強い信念と決意が感じられる。例えば彼が SNS で投稿した INZM ・ MV のオフショットからもその一部が垣間見える。 そこにはただ楽しむだけでなく、彼の中にあるアーティストとしての誇りと覚悟が映し出されている。彼の目には、常に新しいことに挑戦し、成長していくための情熱が宿っている。それは単にファンを楽しませるだけでなく、彼自身の魂をも輝かせているのだ。また、彼のストーリーは、特に多くの女性ファンにとって励みとなっている。彼の自然体でいる姿や、一生懸命に努力する姿勢は、 女性たちに自分らしさを大切にし、夢を追い続けることの大切さを思い出させてくれる。平野翔はアイドルとしての華やかさだけでなく、同時に人間としてのリアリティを持っている。彼の一言一言や、さりげないしぐさの中にこそ、彼の人間らしさが光り、それが多くの人々に共感を呼び起こしている。また、彼がさまざまな活動を通じて築き上げた友情や人間関係も、 彼の魅力を語る上で欠かせない要素である。元優ユタや神宮寺・ユ太タとの親密な関係や、共演者たちとの信頼関係は、彼がただの、美しい顔ではなく、魔の仲間として周囲から愛されていることを示している。これらの関係は、彼の人柄やプロフェッショナリズムを物語るものであり、それが彼のパフォーマンスにも大きく影響を与えていることは言うまでもない。さらに、彼のナンバー・アンダーライン愛としての活動は、 彼自身のクリエイティビティをさらに解き放つきっかけともなった。彼は新しい音楽スタイルやパフォーマンスを通じて、自分の表現の幅を広げ、ファンに新たな驚きと感動を提供している。彼のパフォーマンスは、単に技術的な完璧さだけではなく、彼自身の個性と感情が強く反映されている。そのため、彼のステージはいつも生き生きとしており、見る者の,の心を捉えて離さない。そして、 彼の成長はまだまだ続いている。彼は今後も新しい挑戦を続け、より多くの人々に影響を与え続けるだろう。その過程で、彼自身がどのように変化し、成長していくのかは非常に興味深いところだ。彼が次にどんな道を選び、どんな挑戦に立ち向かうのか、それを見守ることがファンにとっての大きな楽しみであり、期待でもある。最後に、平野翔の魅力は、 彼が常に変わらぬ情熱を持ち続けていることにある。彼は自身の夢を追い続け、それを実現するために全力を尽くしている。その姿は、多くの人々にとっての励ましであり、彼自身もまた、その過程で新たな自分を発見し続けているのだ。彼のストーリーは、まだ終わっていない。むしろ、これからが彼の本当の冒険の始まりであり、彼の成長を見守ることができるのは、 ファンにとってもまた特別な体験である。彼の物語の一部である私たちファンも、彼と共にその旅路を歩んでいけることを誇りに思う。そして、彼が次にどんな夢を描き、その夢をどのようにして現実にしていくのかを、これからもずっと見守っていきたいと心から願っている。平野翔はこれからも、自分の道を突き進むだろう。そしてその過程で、彼が私たちに見せてくれる新たな一面を期待しながら、 その全ての瞬間を楽しみにしている。